WWS チャンネルをご覧の皆さん、年です。ひときです。そうですね、まあ、あのー、なんと言いうましょうか、楽しくあのやっておりますので、うーん、まあ、なんか早く本番にならないかなという感じですかね。はいみんな あの一生懸命また発達とやってメンバーもあのくれてるので本当に楽しみですそうですすそうねあの僕自身はとしさんとお会いするのがこあの今回のリハーサルで初めましてなんですね実はあの。電話ではあのお話をいただいた時の電話でこうやり取りをさせていただいててあの僕も一応こう音楽業界にずっといる中でお会いする機会ってあって。 でも良かったのかなって、勝手に思ってはいたんですけど、なかなかお会いする機会がなくて。で、面識、あの、多分、あの。敬遠してたんじゃないの。いやいやいや、そんなことはないんなないです。そんなことはない、そんなことないです。会う、本当に会う機会がなかなか。ない,いやいやいや、そんなことないです。あの、本当に会えなかったので、逆に今回お話をいただいて、すごく。あの、ようやく会えたみたいな感じ。の気持ちと、あと、やっぱり、その、オファーをいただいて、光栄に思うことと。両方ありましたね。だから、すごくリハーサルを迎えて。 あのいろんな曲をやる中であのまずトシさんの歌がどんな僕にとってどんな感じで入ってくるのかなとかそういうのをすごく楽しみながらリアサルをやらせてていいただいておりますすそうですね8月はまた夏なのであの、まあ、春ロックが終わったらゆっくり考えたいですけれども、まあ、でもあの楽しみにしてくださっている方もまたたくさんいらっしゃるんで、まあ、なんか。 また春ロックとは違うサプライズをたくさん用意してみんなであの楽しい夏にしたいなというふうに思います。まあ、とにかくもう春のお祭りですから、あのー、みんなであの盛り上がって何て言うかうーん春らんまん春満開をそんななんですかね、あのー、美しい気持ちをみんなでこう分かち合って。 またあの人生の活力にできるようなそんなライブにしたいというふうに思いますえっと2日間えっとライブをやるわけですけどもとしさんが言ったようにお祭りなので、えー、まずは、えー、来ていただいた方々が笑顔になって帰っていただけることとそして、えー、ステージを終えるときにとしさんがまた笑顔になってあの楽しかったと言ってもらえるような演奏ができればなと。 思っておえー、まあ本編のライブの前にも VIP バックステージツアーもあの今回はあのいろいろ考えておりますしもちろん本編もいろいろ考えておりますしあのメンバー全員でかかっていきますんでみんなも全員でかかってきていただきたいと思います。